元 TBS プロデューサー上田裕樹が語る、ナンバーアンダーライン愛批判の真意とは、ファンが激怒した理由を徹底解説。元 TBS プロデューサーである上田裕樹氏が、過去に多くのヒット作品を手がけたにもかかわらず、最近の発言が物議を醸しています。特に、元キングプリンスのメンバーによって結成された新ユニット、ナンバーアンダーライン愛に対するコメントが、彼を批判の的にしています。 上田氏が、道を見失っているという表現を用いたことで、ファンの間に大きな衝撃を与えました。この発言は、多くのファンが抱いている感情と強く対立し、ソーシャルメディアで激しい議論を巻き起こす結果となりました。上田氏の発言に対しては、賛否両論がありました。一部のファンは彼の見解に共感する一方で、多くのファンは混乱し、怒りをあらわにしました。特に ナンバーアンダーライン愛の活動に対して感情を全く示さなかったと感じたファンたちは、彼の無関心な態度に不満を抱きました。さらに、彼が個人的な話題として息子との会話を持ち出したことが、さらに事態を複雑にしました。彼が映画監督クエンティン、タランティーノに関する話題を通じて自身の考えを表現しようとしたことで、ファンは、自分に息子がいるにもかかわらず、なぜ若いアーティストに対してそんなに厳しいのか。 という非難を強めました。この親子のエピソードは、彼の批判が単なるプロフェッショナルな視点ではなく、個人的な感情やバイアスに基づいているという印象をファンに与えたのです。また、上田氏のナンバーアンダーライン愛の結成に関する見解も批判の一端を担っています。彼は、滝沢秀明氏が設立した会社の下でグループが結成されたことについて、自身の意見と苛立ちを示しました。しかし、 ファンたちはこれを個人的な攻撃と受け取りました。彼らは、メンバーが新しい道を選んだことを擁護し、その決断を尊重すべきだと考えています。上田氏の発言は、ナンバーアンダーライン愛が歩んでいる新しい道に対する根本的な理解不足を露呈しているとされ、ファンたちはこれを容認できないと感じました。さらに、上田氏は初期の投稿を削除したにもかかわらず、自らの意見を守り続けました。 彼は、ナンバーアンダーライン愛に対して個人的な感情はないと強調しつつも、グループの背後にいる大人たちを批判しました。しかし、このスタンスと撤回を拒否する態度が、ファンの間にさらなる不信感を広げました。彼の意見は純粋にプロフェッショナルな観点からのものと主張しつつ、結局は若いタレントたちがその影響を受ける形となり、ファンにとっては感情的に大きな負担となっています。 ここで問われるべき問題は、なぜ上田氏の発言がこれほどまでに大きな波紋を呼んだのかということです。一つの答えとして、彼の発言がファンの情熱や期待に反する形で投げかけられたからだと考えられます。特に、キング・プリンスの解散後に結成されたナンバー・アンダーライン愛は、ファンにとって新たな希望の象徴でした。ファンにとって、この新しいユニットは過去の遺産を引き継ぎ、未来への可能性を感じさせる存在であり、 その活動に対する批判は個人的な冒涜と捉えられがちです。上田氏がその象徴的な存在に対して冷淡な評価を下したことが、多くのファンにとって受け入れがたいものであったことは想像に難くありません。ソーシャルメディアの反応を見ると、多くのファンが上田氏の発言に対して強い拒絶反応を示していることがわかります。彼らの中には、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが、人相が悪くなった。 という上田氏のコメントに怒りを覚える者も,もいました。このような発言は、特に長瀬廉さんやそのファンにとって大きな打撃となりました。さらに、上田氏が過去のジャニーズ事務所の影響を受けた意見を持ち続けていると見られることも、ファンの間で反発を引き起こしました。彼の批判は、単なるプロデューサーの見解ではなく、旧ジャニーズ事務所に対する忖度が背景にあるのではないかという疑念が広がっています。一方で、 上田氏を擁護すする声も一部では見られます彼がプロデューサーとしてのキャリアの中で多くの成功を収め、業界において一定の信頼と評価を得てきたことは否定できません。彼が過去に作り上げた作品は、多くの視聴者に感動を与え、日本のエンターテインメント業界に貢献してきたことも事実です。しかし、ファンたちは現在の彼の言動に対して、過去の功績をもってしても擁護しきれないという立場を取っているようです。 上田氏の発言は、エンターテイメント業界におけるプロデューサーとファンの関係性についても重要な問いを投げかけています。プロデューサーは、作品やタレントに対する評価をする立場にあるものの、その評価が個人的なバイアスや感情に基づいてしまうと、ファンとの間に深い溝が生まれる可能性があります。ファンは、自分たちが応援するタレントが公平に評価され、尊重されることを望んでいます。彼らにとって、 タレントへの批判はしばしば自分たちへの批判とも感じられるため、その感情は非常に強く、時には過剰な反応を引き起こすこともあります。さらに、上田氏がタレントの背後にいる、大人たちを批判したことも、ファンにとっては納得のいかないものでした。多くのファンは、タレント自身が自らの意思で新しい道を選び、ナンバーアンダーライン愛という新しいグループを結成したと信じています。従って、 上田氏の批判は、彼らの信頼するタレントの判断を否定するものであり、ファンにとっては裏切りと感じられたのです。ファンにとって重要なのは、タレントが自分の意思で選んだ道を尊重し、応援することであり、その決断に対する外部からの批判は受け入れがたいものです。上田氏の一連の発言は、ソーシャルメディアの力がどれほど強力であるかも示しています。 かつてはテレビ業界で大きな影響力を持っていたプロデューサーでさえ、現代のソーシャルメディア環境では一つのコメントが瞬く間に広がり、多くの人々からの批判や反応を引き起こす可能性があります。ファンコミュニティは非常に強固で、特に愛するタレントが批判されると、その反応は非常に激しいものとなります。このような状況下で、上田氏のようなプロデューサーが自らの意見を公にすることは、非常に慎重であるべきです。 今回の騒動から、エンターテイメント業界におけるプロデューサーやメディア関係者がどのように発言するべきかについても、改めて考える必要があるかもしれません。上田氏がプロフェッショナルな視点から意見を述べたとしても、その意見がソーシャルメディアでどのように受け取られ、拡散されるかは予測が難しい時代です。また、ファンとの関係性をどう築くかという点も重要です。ファンは、 タレントに対する深い愛情と期待を持っており、その期待が裏切られると強い反発を引き起こすことが明らかになっています。今回の上田氏の発言がもたらした議論は、エンターテイメント業界におけるプロデューサー、タレント、そしてファンの三者間の関係を見直すきっかけとなるでしょう。ファンの声がかつてないほど強力になっている現代において、プロデューサーやメディア関係者は、ファンとの対話をより重視し、 慎重に発言を行う必要がありますそしてタレントたちが自らの意思で選んだ道を尊重し応援することが今後のエンターテインメント業界における健全な成長につながるのではないでしょうか。